ーションをベースとした世界、その協力し合うことをベースにした世界、そこでは、そこのまた違う物語、根底になる物語があるのね。で、そのコラボレーションをベースにした世界の根底にある物語、どんなものがあるかっていうと、人っていうのはその他人に害を加える可能性もあるけれども、それと同じぐらい他の人に対して思いやりの心を持つ可能性も秘めている。それから、選択肢を与えられた場合、人は与えることを喜ぶ。無理強いされたら嫌だよって思うんだけども、よかったらどう、自由にしていいよって言われると、これどうって進んで自分からあげたがる。ケンさん、1番目もう一回言ってもらっても。はい。その人っていうのは他者に危害を加える能力も持ってるけれども、それと同じぐらい人に思いやりを持って接する能力を持っている。2番目が、選択肢を与えられた時に人は喜んで与える。昨日その関係性を悪化させる要因の2つ目に強要っていうのがあったけど、これとつながってくるのね。それから3番目、その物語、協力的なコラボラティブな社会の根底にある物語の3番目が、人々は自分のニーズを満たすためにお互いが必要だ。それから4番目が特に LVC がかかってくるんだけども、お互いの間で対立があった時に共感的な対話を通して人々は問題を解決することができる。ケンさん、これアサンプションズの話してると思うんだけど、日本語で前提、アサンプション、ね、前提、対立があった時に人々は、共感的な対話を通して解決することができる。共感的な対話、対話、ありがとうございます。対話通して、はい、意見の相違があった時に対決、共感的な対話を通して解決することができる、うんうん、で、こっちの物語、前提を根底に置いた時に、うん、出来上がってくるその社会的な組織とか集団っていうのは全く違うものになるし、その社会的集団に属するために必要な教育っていうのも全く別のものになる。そういう違う教育を受けた人たちの振る舞いっていうのも変わってくるし、そういう人たちを見ると、ああやっぱり人って喜んで与えたいんだなっていうのが思うようになるので、違うフィードバックループが働くのね。で、絶望家の私が言うのもなんだけれども、いい知らせとしては、この社会的組織っていうことについては、世の中にそういう兆しみたいなのは現れててね、今その LVC のトレーナーたちの間で話題になってる、リインベンティング・オーガニゼーションっていう本があります。まだ日本語では出てないんだけれども、近々英字出版から翻訳されて出る予定です。で、それはですね、ヒエラルキー型の組織でもなく、フルフラット型の組織でもなく、自己運営型の組織っていう新しい第三の形の組織が世界各地で独立して生まれている。で、その新しく生まれた組織っていうのはどんな性質を持っていて、どんな、物事のやり方をやってるのかっていうのをまとめた本で、そういう組織の中にはその会社に入社するとまず最初に NVC の訓練を受けなさいみたいな会社もあったりするのね。対立が起きた時に上司のとこ行って解決するんではなくて、その対話を通して紛争を解決する作法を身につけてもらうとか、それはちっちゃな企業だけじゃなくてですね、アマゾン傘下のアメリカで靴専門のインターネット通販をやってるザッポスっていう超巨大企業とかも採用している方法で、そういう
力学とか世の中で起こってるものもあったりする。でそのことを聞きつけた日本の実業界の人たちもこぞっておおとかっつって今話題盛り上がってたりするんだね。教育っていうことに関しては NVC の活動もそうだし、アーバンパーマカルチャーの活動もそうだし、そういうものが各地で生まれていって、生まれてるだけでなくてワクワクするのが連携をとって共になんかし始めて、すごいそこで希望につながるのが、システム理論の、人でマーガレット・ウィートリーさんっていう人がいるんだけども、その人曰くその既存のシステムっていうのは内側から倒すことができないって話をしてるのね。世界の中で古いシステムが置き換わるときはどうやって置き換わるかっていうと、ちっちゃな新しいシステムが生まれてきて、それがお互いに連携し始めてより複雑なシステムを作っていって最終的に置き換えるっていう話をしてて、今言ったそのアーバンパーマカルチャーが NVC とつながって、でテンダーの活動とつながってって言って、だんだんあのそれぞれの活動が連携してもっと複雑なものを作っていく。その先にひょっとしたら既存のものを置き換えるものがあるかもしれない、そういうところに希望が持てたりします。それは何型って言ったんですか？ヒエラルキー型でもフルフラット型でもなくて、自己運営型の組織、日本で流行ってるキャッチフレーズとしてはティールっていう言葉を使ってます。ティールはね、トルコ石色っていう意味なんだけれども、その本を読むとなんでトルコ石色かっていうのは分かるので、日本語版が出るまで待っててね、はい、うん、見たらお願いします、うんうん、で、NVC しかやってなかったとしても、実は自分一人でそれ実践してても立派な社会変革だっていうことを覚えててほしいのが、外の大きなシステムを変えるために自分の中のシステムを置き換えるのがまず最初なので、要は懲罰的でない世界を作ろうとした時に、自分の中で自分に対して懲罰的に扱ってたら、あの元も子もないっていうか、なので、デモ活動に一切参加しなかったとしても、自分の中で NVC を実践するたびに違う世界に一票投じてるっていうのをぜひとも覚えててほしい。で、あの社会心理学とかの世界で、ね、1人が変わるとその向こう3人まで影響を及ぶんだって。ああそうなんだ。だから自分1人が NVC を実践するっていうことの影響力っていうのは侮らないでほしい。知り合いの知り合いの知り合いまで余波が及び続けるかよ。はい、はい、質問です。それが外文字で言うとヒューマンビヘイビアの、うん、他に質問ある人、そろそろ会に移るから、うん、大丈夫かな、うん、はい、じゃあそうや、我々の普段の教育、本質的には学ぶって楽しいはずのものなの、うんうん、でその楽しいっていう衝動だけで学び続けられるはずのものなの、ね、うん、で実際その我々の既存の教育システムで何が行われてるかっていうと、成績のために学ぶじゃない、うん、成績って報酬なのね、うんうん、で、NVC の参考文献の一つに、アルフィー・コーンさんという人が書いた報酬主義を超えてっていう本があります。超高いので図書館で書いてくださいで、その本の中にこんな実験が載ってます、小学校低学年の子どもたちを対象に、パズルを、なんか知恵の輪みたいなパズルを解かせた、うん、で2組に分けて、1組はただ普通に解かせる、でもう1組はパズルを解くたびにアメリカでやった実験なので5セントを与えたのね。で実験自体はですね、どれだけパズルが解けたかどうかではなくて、休憩時間に子どもたちが何をするかっていうのを観察するのが実験だった、うん、で、休憩時間に子どもたちが何をしたかっていうと、パズルを1個解くたんびに5セントもらった方の子どもたちは、休憩時間の間はそのパズル自体にはそっぽ向いちゃって他のものでずっと遊んでいた、
でもご褒美も何ももらわなかった子供たちはですね、そのパズル自体が面白いって言って休憩時間の間もずっと遊び続けてたのね。あで、ここで何が起こってるかっていうと、学ぶこと自体で楽しいっていう内側の報酬が与えられるんだけども、それが外からやってくる五千と玉によって外部の報酬によってハイジャックされている、置き換えられちゃっている。で、ご褒美がもらえないので、もはやこれを続けてもしょうがないって思ってしまうので、そこ向いちゃうのね。なんで、罰だけがいけないと思うんだけれども、実はご褒美も全く同じことの裏返し。え、計算がすごい。ご褒美をもらい続けると、なんで、今何だったんですか？要は、学ぶことが持ってる本質的な楽しさを上書きしちゃう。つまらなくなっちゃう。うん。とっても個人的に残念なのが、そのご褒美である成績をもらわないと学んだことにはなってないのね、今の世の中。ここに来て休憩時間ばっかり取ってるように思うけれども、これも立派な学びなの。でも偉い人が認めてない、成績を与えてない、あの修了証書もないっていう時点で学びとしてカウントしてない、すさまじくもったいない。それだけでなくて、世の中でその学校って言われること以外でも5万と学んでんのね。ここまで生きてこれてるってことは自分のために学び続けてる。それ全然認めてないの、すごいもったいない。その権威ベースの社会と協力的な社会の違いの一つっていうのは、自分自身でその自分を認められる。Can you in English, please? Oh, sorry. NVC のその根底にあるキーワードの一つに、ライフエンリッチング、命を豊かにするっていうのがあるんだけども、本当に本質的にその楽しいっていう理由で学びができたときには、自分自身の命を豊かにできてるのね。他の誰でもない自分自身の命を豊かにしている。そのライフエンリッチングっていうのが、すべての NVC の根底にあってほしいと思って。で、マーシャルの言葉を引用すると、学校教育を通過することによってね、みんなはその報酬の制度、成績っていう報酬の制度に、義務教育だけだったら、12年、大学も入れて15年、ずっとその訓練を受けるので、毎日8時間、週40時間、30年間自分にとって無意味な仕事を続けられるような人間に訓練されるって。一つの見方なんだけれども、明らかにそれについて私は痛みを持っているので声を大にして言っています。そこをちょっと深めたい気持ちがあるんですけど、それをこのセッションが痛み方に進めたいだろうなっていうのがあり、話す機会もあるんですか。今日は永遠とある、永遠とある、残りの生涯かけて。で生涯か、今ドリちゃんが感じてることの一部は純粋な嘆きなのね。で、嘆きについて我々の秘書さんのミキがとっても素敵なこと言ってたんだけども、純粋な嘆きって自然界が我々に与えてくれた現状と理想のギャップを埋めるためのメカニズムだっていう話をしてた。理想としては自分にのびのびとした環境に育ってほしかった、そしてそうでもない、とんでもないところに入れられていた、残念だなっていう嘆き、てめえよくもこんなことやりてやがったっていうんじゃなくて、ああいい教育受けたいよっていう憧れのエネルギーで行動を起こした時に、本当の意味での望ましい世界が作れる。理想のギャップを埋めるための自然界が与えてくれたメカニズムって意義が言ってね、来年の5月の最終週10日間分日本に呼ぶ予定です。3年越しで交渉してやっと手に入れたチャンスなので、暇だったら来てね。暇だったら来てねじゃなくて、協力してくれるんだったら手伝ってねっていうのが、やりたいね、言って決まってるの、はい、
場所10日間、5月の最終週2週、正確には決まってない、中国とコラボしてるから。